はい、皆さんこんにちは。今日はフリージアを描きたいと思います。前回は黄色のフリージアだったと思うんですけれども、今日はお友達からいただきました綺麗なピンク色ですね、薄紫と言いましょうかのフリージアを描きたいと思います。で、用意する色はですね、えんじ、そして群青、五分線香の黄色、若葉、そして薄墨です。それと面相筆と彩色用の筆、そして今日はこのボールペンを、細字用のボールペンを1本ご用意ください。それでは始めましょう。まず薄墨を用意しますね。で、お花の色ですね。ピンク、ちょっと薄紫に近いピンクですので、えんじに白を混ぜます。たっぷり使います。たっぷり用意いたします。そしてね、はい、この程度でよろしいかと思います。そしてですね、その脇にですね、もう一度こう作りまして、これに群青を混ぜます。群青を混ぜます。そうしますとちょっとした薄紫ができますね。これにえんじを足して濃い色にするか薄い色にするかを調整いたします。こういうふうに2色できます。で、絵を描くときには必ずこの色を自分で作るということがとても個性的な絵を描くのに大切かと思いますので、こういったお勉強はおろそかにできないんじゃないかと思います。それでは描きましょう。前回の椿を描いたような描き方で花びらを描いていきます。ここに塊を描いていきますね。フリージアは1、2、3、1、2、3という感じに花びらが出ておりますので、はい、こういうふうに、ここは白、ここは濃くですね、ここは筆の水のところですね、先っちょが色です。こういうふうに、こういうふうに置いて、ここに腕を持っていきます。わかりましたか。そして次はもしできなければこう回しても結構です。はい、こういうふうにコッと置きますね。置きまして、ここ離さないようにします。そして右左と描いて筆先をここに置きます。ちょっと分かってきましたね。はい、そしてぐるりと回して、こういうふうに絶対に筆を離さないこと、そしてここに置きます。はい、で、素敵になりましたね。そ
そして筆先に濃いもう少し群青を混ぜて濃い色を作りますね。そしてここに大きい花びらですけれども、ここは小さい花びらなんですね、はい、そしてここの間にもあります。こういう風になってます。そして筆を洗ってこのここをちょっと均等にならします。こちらもちょっときれいにならします。はい。お花一本に込める真心ですね。そして次はこちらに六分咲きのお花を描きましょう、はい、ここに濃い花びらが斜め横から眺めるお花です、はい、そしてここに一つ、そして向こう側に終わりまして、そしてここはこうなっております。そしてこういうふうになって、そしてここはちょっとこうしてなっております。横から見る花びらですね。そしてここもまた筆を洗ってここをこういうふうに出します。これは横から見るので、もうこれは真正面から見る花びらですから、丁寧にこういうふうにいたします。そして次は右横にちょっと見えます。で、必ずお隣同士の場合はくっつかないように、ここにここを白く開けます。そしてここをこういうふうに、これはこちら向きですね、こちら向きです。こういうふうにしてフリージアをお買い求めになって、こういうふうに描かれるともっとよろしいかと思います。はい、これをここに持っていきましょう。そしてここですね、はい、横を向いてます。はい、ここに持っていきましょう。もう一度しますね。そしてこ
そしてここをきれいな筆で洗った筆で水の筆でこういうふうにぼかします。ここもぼかします。ちょっと面白いですね。これが水彩の楽しいところですね。そして1,2,3個ですね。ここにつぼみが1つ、濃いつぼみですね。こちらを向いてます。上から見ていますのでこういう感じになります。つぼみは濃いですからこのままでよろしいかと思います。そしてですね、さらに群青と赤を失礼いたしました、混ぜまして、はい、ここにおしべ、めしべですね、こうして巻きます。でここはちょっと上から眺めておりますので、いろんな色しておりますね。ここはちょっと、そして濃い墨でですね、ここからシューシューと引っ張ってやりましょう。そしてでいたします。そして次は若葉色に群青を混ぜます。そしてここからつぼみですね。そしてここにもなってます。そしてここの額ですね、あ、ちょっと中に入っちゃいました。そしてこのこれが乾きましたら、こういうふうに朝顔の茎のように台のようにこういうふうにしてあげましょう。そしてに群青を混ぜてちょっと濃いめの作りまして、こういうふうに こうしてそしてをやります。そしてここはですね、
黄色ですね。そしてこの歯ですね、歯がきれいに出てるんですけれども、ここからこういうふうにこれがなってるんです。でそれでこの茎をここからこの流れて、ここからこういうふうに出ております。そしてですね、ここからほんのちょっと面相を出れる、さあここはほんの薄くさっとこういうふうな感じで緑をちょっと押さえるように垂らします。これでいいと思います。そして今日はボールペンを用意してくださいと申し上げましたけども、この面相筆の使い方がなかなか難しいということで、これからちょっとボールペンを使おうかと思います。でやってみようかと思います。それでこの仕上げの時の縁取りですね、ちょっとご覧になっててくださいね。力を抜いて、例えばこの花びらとこの花びらの境目ですね、こういったとこをさっと勢いよく、そしてこういうところですね、ポイントポイント、こういうふうに入れていくと、本来ならばこの色が縁取りをしてくれるんですけれども、ちょっとまだ足りないと思いますときに、こういうふうにボールペンでなぞれば満足がいきますよね。こういうふうにするとちょっと面白いですね。はい、これとこれとこれですね。はい、そしてつぼみもちょっとこうして、ちょっとポイント入れておきましょうか。そして言葉はですね、
私は、私は春、あなたは、ご夫婦でも言えますし、お付き合いしている方でも結構ですし、親子でもいいですね。はい、ここでインをします。いかがでしょうか。今日も私の動画を見に来ていただいて本当にありがとうございました。ご満足いただけるように努力いたします。それでは次回もお楽しみに。お元気でね。